北山トンネルは、宮城県仙台市青葉区の北山丘陵の地下を南北に走る道路トンネルである。上り線及び下り線、各々に車線の自動車及びオートバイ専用トンネルで、宮城県道264号大平仙台線を通す。歩行者と自転車は通行できない。最高速度は時速60キロメートル。道山道線の一部、 指導荒牧道線の前線、及び指導通り町中山線の一部のバイパス線として、泉区をはじめとする仙台市北西部と仙台市都心部と馬のアクセス改善の役割を担う。トンネル北端は上下線とも同じ場所だが、トンネル南端の上り線出口と下り線入り口の設置場所が異なるため、上り線と下り線でトンネルの長さも異なっている。接続道路も含めた、 上り線出口は、指導通り町中山線との交差点。下り線入り口は、指導場、杉山通気町通線との交差点。かつての仙台城下町は東西に連なる北山丘陵が北辺であり、その南独に沿って北山町、及び南北から東西に向きを変えた欧州街道が、通っていた。北山丘陵城には、臨在州の北山五山各寺、及び 総当州の林王寺が伊達市の庇護を受けて立ち並び、1874年には仙台藩初代藩主伊達正宗を祀る青葉神社も創建された。この一連の寺社地は周辺の市街地から隔絶された美林地区を形成していたため、1934年に風地地区に指定され、1976年には保存緑地に指定された。ただし北山町からの 各自社への参道や、林王寺の霊園等が、県が指定する北山風地地区には含まれない一方、市が指定する北山保存緑地には含まれるなど、両者の指定区域にはやや差異がある。林王寺の北山町に面した山門から丘陵上の本堂までの参道両脇に立ち並ぶ杉並木は、第二次世界大戦後に増林されたものであり、北山風地地区には含まれないが、 北山保存緑地には含まれる。そのため、山道を横切るように計画された都市計画道路北4番手大和町線は地上、地下のどちらで通すかと長年にわたって仙台市議会で何度も議論されてきた。1998年、地下をトンネルで通すことに決定されたが、工事に伴って2005年、山道の杉並木は伐採された。 これを機に2004年から林王寺は、宮脇明の指導の下、地域住民を巻き込んだ食事活動を開始し、境内にビオトープを設けたり散策路を設けたりした。三道両脇は、伐採前には、常緑信用樹である杉の炭層林だったが、紅葉樹の多様な樹種を混ぜて植え、副層林へと変えた。前後回の植樹祭で、境内の5368平方、なお、 2005年4月29日に開催された第2回、植樹祭では、道の区プロレスが、境内にリングを設営し、レスラーが、中の人となった、ご当地ヒーロー、植樹万を誕生させた。植樹祭はこれ以降、仙台ガールズプロレスリングや石の森一万各館も、参加し、プロレス、ヒーローショー、落語、音楽ステージ等の出し物や、屋台が多数出展する、お祭りとかし、 坂口誠二坂口賢治の親子まで参加した。2008年3月に都市計画道路北4番艇大平線の北山航空として建設開始され、同年8月より同航区内の北山トンネルの建設に着手した。2009年には上下線の両トンネルが貫通し、2011年12月の開通が見込まれていた。2011年3月11日に、 東北地方太平洋沖地震が発生すると工事が一時中断された。このため開通は約3ヶ月ずれ込み、2012年3月24日に開通した。北山港区の共用開始により、北4番手大平線は仙台市内の区間が全線開通となった。開通に伴い、宮城県道264号大平仙台線に指定された。なお、 東トンネルの開通に合わせて、昭和町交差点の改良も実施された。また、県道大平線大線から市道北八番町1号線、あるいは市道北六番町線への左折が、時間帯によって規制されることになった。北山トンネル開通によって、宮城県道264号大平線大線の、交通量は、約1割増加し、通勤時間帯の渋滞が激化した。 ありがとうございます。